収集クエストもやりましょう。ちょっと待った。属性はこれだと土属性で正解。ボーナスもらえる人っていう、なんかすごそうですね。オリビアスナ。それでは行ってまいります。やってやるです。あばばごめんなさい。攻撃は最大の防御だ。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。こうかな。そんなことでよければ外周一色で、これで使用可能にして、みんなと一緒ならできるよ。これでどうです。サポートします。強くない。力が湧いてきます。せるか。やった、勝ちましたよ。もう一度挑戦。必ず勝つ。こんなことでよければ。何するんですか。必殺の一撃。おお、2体同時。この方がいいかも。カオス先生も積み重ねてますね。おっと、わずかに及ばず。あ、間違えたかな。行きます。やっちゃった。みんなと一緒ならできるよ。一回サポートします。こんなことでよければ。 OK、 コルク来た。ちょっと倒しちゃうしな。でもやるしかないな。いや、今アズニャンの攻撃が強すぎるよな。もう一回挑戦。あと2回できます。これだけでもダメージ与えられますね。誰も怪我させません。必殺の一撃。これはお前らだ。お、どうしたんだ、大丈夫か。この時のために練習したんですから。行きます。倒しますよね、やっぱり。やっ
もう一回行きましょう。誰を選ぶといいかな。3体来た。力が湧いてきます。サポートします。これでフル効果ですね。誰も怪我させません。健康一滴で戻して、フルで行きましょう。体力重なった。当然の結果、開口してくれるのはいいですよね。あと60だ。もう一回行こう。間違えた。こちらも行けますか。緑ですね。ここにもコルクが実はいる。ひふみ、私もお供させてもらうわね。あー、コルクが狙われるのか。クラエーデス、サポートします。待っててね、援護するから。何するんですか。痛い。おっと、一色痛がってます。うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。皆さんのやる気をアップします。これはちょっとやばいな。やー、倒しちゃった。あーと、コルクが。いい度胸。来た。いいですね。ではこれは倒しちゃうんで12万大事だ。やったー、勝ちましたよ。やってやるです。
来週一食。攻撃は祭壇の防御。うまくいくといいんだけど。これでどうです？皆さんのやる気をアップします。これはちょっとコルクが狙い出したぞ。出しますね。盛り上がってきちゃった。回復。攻撃は最大の防御。クラエーデス。うわー、すごい、やりましたね。有識ももうすぐですね。ちょっとここの状態で。なんと、こんなものをひ、ありがとうです。とても助かりました。ユーザーランクも上がったことですし、石2つ20獲得できて、オムライスもゲットできたじゃないですか。これはトレード行きましょう。ノーマルコルクですね。メイドは見た。こっちは今だけ。お、ウサ耳をゲットできる。ウサ耳って何だったっけ。ウサ耳って限界突破だったっけ。そうですね、決勝なので。交渉オムライスでウサ耳などをゲット。ケチャップですよね。みんなすごいな。特大市長と特大やったら長の方が上です、交渉成立。交渉成立。強化素材もパワーアップです。交渉成立。交渉成立。さあ、星結晶何に通過。魔法使いかな。うらら迷路帳なんかもあります。でもコルクをあげたいんで魔法使いですね。とにかくコルクをまず最大限に上げるんで。魔法使いでいきます。交渉成立。で、これでおっと、椿を上げられる。椿メイドがいるかって言ったらそこまでいるかな。でもまあ取れるんだったら取ってもいいんじゃないかな。さあ、ご覧の通り。一押し一押しになってますね。交渉成立。まあこれが正解だったのかっていうのはありますけどね。
一応魔法使う星結晶は90までは上げられるような状況です。商人にケースなし、強化もしましょう。魔法力が強化された。今73か。こんばんは、夜もお手伝い頑張ります。はい、というわけで キララファンタジアですね。メイドは見た。みんなの服見てると可愛いのばかりで時間を忘れそう。金髪館殺人怪人事件、こちらですね。後日談とシナリオ、収集クエストを やりました。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。全力で頑張りましょう。